もう先輩方は大体分かっているんじゃないかなと思いますけど、まあ私がね、よく言うじゃないですか、メディアがゴリ押しをするような人物だとか、あとは何かしらの施策というのは何か裏があるということを、まあ何度もね言っているわけですけど、これはね別に私はね2062年から来た未来人であってね、なんかおかしな男がなんか陰謀論を言っているのではなかろうかと疑う人もいるかもしれないけど、全然ね陰謀とかではなくってね、なんか妙にゴリ押しがすごいとか、いきなり何言い出すのみたいな感じ。例えば総裁選であってもね、コアホークがどうのこうのとかね、言い出したじゃないですか、いきなりね。そもそもね、コアホークってさ、メディアがつけた名前なんですよ。誰かしらがつけたわけじゃなくてね、いきなり突然何を思ったか知らないけどゴリ押しが始まったわけじゃないですか。もうなんか怖いレベル、コアホークが、コアホークがって、コバホークって何みたいな感じで思ったはずなんですよ、先輩方はね。だから私なんかはね、あ、うわ、怖、勝手にコバホークを流行らせようとか思って、怖とか思うわけですよ。勝手にコバホークとかつけて流行らせて人気者にしようとかの魂胆ですよ。あれと同じですよ、韓流と同じですよ。韓流なんかはさ、もう韓国国内でも問題になっているじゃないですか。ゴリ押しがすごいと、ゴリ押しがバレてしまっているということが韓国国内で問題になっているけど、それはね日本にね漏らさないようにみたいな感じでメディア各報道機関にね通達が行っていて、もう全くその報道というのはね、まあ行われていないわけですけど、もう全部バレているんですよ、韓国国内にね。起こっているわけですけど、それが日本国内には絶対に大々的にね報道するなみたいな感じで言われているわけですけど、それと同じですよね。なんとかというグループがいきなり登場して、いきなり日本で大ブームみたいな感じ、何言ってんだこいつらみたいな感じで思うことがあるじゃないですか。知らんわと。で、映像なんかも流したらね、もう全員見事にパンストがあるですよ。不思議に思いません？私いつも思うことがあるんだけども、人間って整形したら顔が本当気持ち悪いくらい不自然になるんですよ。もう一発でわかるじゃないですか。もう全員その顔なんですよ、韓流アイドルというのはね。もうだからね、一瞬見ただけでもう、おえっと思うわけですよ。もう気持ち悪いと思うわけですよ。で、その映像を流すでしょう。で、この人たちが今大人気ですみたいな感じでゴリ押しするでしょう。全然大人気でも何でもないのにさ、強引にゴリ押ししようとしたら、こうそうなるんですよ、やっぱ。だから今回のその総裁選でもね、いきなりコバホーク大人気みたいな感じで言うけど、もうさっぱり人気とか、もう全くわからないじゃないですか。ただ財務省出身の犬ですよ。親中派の犬ですよ。時空テロリストの犬ですよ。もうね、先輩方、本当にね、騙されないようにしてくださいね。もう本当に。あれもひどいですよ。最近行ったトランプとハリスの討論会があったじゃないですか。あれもさ、ハリスの有利に見えるような映像を1、2分にまとめて、それをテレビに流して、で、ハリスの圧勝みたいな感じで報道したじゃないですか。あれね、全体的な映像というのをね、絶対見せないんですよ。全体的な映像を見せたら、アメリカ国民というのはね、どのくらいの評価というのをね、出したのかといったらね、60何%、いや、なんていうのかな、その報道機関にもよりますけど、70%ぐらいでトランプの勝ちという結果が出ているわけですよ。でもね、CNN だったかな、ハリス、CNN とかはもうダメなんで、もう全然偏った報道機関だから、1、2分にまとめて、それを見せて、ハリスの圧勝みたいな感じで、まあアメリカってなんていうのかな、フェイク合戦みたいなことをやりますからね、もうアメリカというのはね。でも正直もう日本人ってもう何もわからないじゃないですか。だからハリスが有利に思えるような映像というのをね、1分ぐらい見せて、ハリスの圧勝みたいな感じで、先輩方は聞いたと思いますけど、あれもね、すごいなと思いますよ。だから、なんかおかしいと思う癖というのをね、つけないといけないかなと思います。まあ、このようにね、もう各報道機関、メディアというのは、もう中華系時空テロリストだらけと言ってもいいかなと思いますよ。もうかなり、潜り込んでいる、規制していると言っていいかなと
思いますよ、もう芸能界にもいますしね、まあ、各報道機関もいますし、もちろんね、日本全国各都道府県に点在していると言ってもね、まあ、おかしくないわけですよ。時空テロリストというのはもう日本中に点在している、世界中にも点在している。だってこの間捕まったじゃないですか、東南アジアのところ何だったっけ、ちょっと忘れましたけど、東南アジアの結構位が高い地位にいる人というのも、まあ、中華系軸テロリストだったということが分かったり、あとニューヨーク州知事、副知事だったかな、あれも軸テロリストと深い関係にあったという報道がありましたからね、もうね、かなり侵食されていると言ってもいいかなと思います。もう世界中に点在している、もう意地でもね、未来のその中国を変えたいという思いからね、まあ過去からもう修正に入るということでね、未来のまあ残党ですよ、中国を信じている、まあ、共産党のやつら、中華系軸テロリストが、まあ過去、まあ過去って言ったらその今現代ですよね、現代に潜り込んで何としてもそのとんでもない状態の中国というのを立て直そうということでね、まあ、時空テロリストを送り込んで、まあ、今現在画策しているという状況でありますね、あとね、もう先輩方はね、その YouTube のコミュニティなんか、あと LINE とかで、まあ、連絡したと思いますけど、中華系時空テロリストは今度の総裁選にもね深く関わっているということが時空政府からの通達で分かりました。特に推しているのが石破茂、まあ、通称ゲル。だから各メディア、各報道機関というのはゲルのことを一切叩かないでしょ、一切叩かないんですよ、ね、中華系軸テロリストは一応ゲル一本にしようかなということで、まあ、固まったみたいだから、先輩方気をつけないといけないということですよ。小泉かなと私はちょっと推測していたんだけども、小泉は切り捨てたみたいな感じですよね。だから各メディアは叩き出したんじゃないかなと思いますよ、小泉のことをね。でゲル一本化でゲル上げ、ゲルは上げて小泉下げでいく。あとはね、高市さんなんだけども、あの人は有能だよね、私あんまり人のことをね有能と言わないんだけど、あの人はね有能だよね。時空政府もね、スカウトしてね、時空政府の幹部候補にね、幹部候補というかね、もう上官にね、迎えたいということを言っていたくらいね、有能ですよ、高市さんというのはね。でもね、中華系時空テロリストから見たらね、もう強敵だからね、もう各報道機関にね、もう高市下げを報道してほしいと、ずっと頼み込んでいるらしいんだけどね、なかなかね、下げる要素というのもね、あんまりない状況。あと、あるか、あれ一本に絞り込んだのかな、なんだっけ、闇裏金、裏金一本で攻めていこうという方向に行ってんのかな、高市さんに関してはね、まあ何はともあれね、メディアが持ち上げるようなあの人物だとか、メディアが一斉に下げるような人物というのはね、ちょっとね対極にあるかなと私は考えております。あの男は論外ですよ、兵庫の知事は全く違うわけでね、あれはねさすがに、ね、自業自得、もう風前の灯火じゃないかなと思いますよ、あの男というのはね、もう自業自得すぎるということ、もう今まで溜まっていた業が一気に爆発したような感じじゃないかなと思いますよ。もう全部自分に降りかかっているということ、もう本当に自業自得、もうかわいそうとも何とも思わない。 あの男は相当ひどいことをやり続けていたんだなと、思いますよ。だってもう周りに2人死んでるんでしょう、亡くなられてるんでしょう、告発した方かな、相当追い込んだんじゃないかなと思いますよ。もう人間的に本当にやばいんじゃないかなと思います。自分が使った油取り紙を床に落として、俺は知事だから拾わないぞみたいな感じで言ってるんでしょ、今はもうもちろん言ってないだろうけど、もう何にもなかった時というのはそういう態度ばっかりやっていたらしいから、そういったことがもう全部自分に降りかかっている状況だからね、
もう本当に自業自得だということ。だから先輩方もね、気をつけないといけないということですよ。もう明日は我が身でね、うん、自分は大丈夫だろうか、もうそういったね、あの言動というのはね、いつかね、悪い言動ですよ、悪い言動というのはいつか自分に降りかかってくるということを、もう今現在生きている間にですよ、来世でとか余ったりしたことではなくて、現世で全部自分に返ってくるということですよ、うん、で今の状況というのはその返ってきている状況だから、やっぱり悪いことしたら全部自分に一気に返ってくるということがね、先輩方もね、あなるほどみたいな感じで分かったんじゃないかなと思いますよ。もう日本中にね、もう地帯を晒されてね、もう一生かけて反省しなければいけないということを今までまあやってきているから、もう本当にもう何度も言いますけど、自業自得すぎるということですよね。それでね、なんかトランプがまたね、あの襲撃に遭いそうということでね、何だったっけ、ゴルフ場の近く、南フロリダ、あのアメリカの右の下ですよ、南フロリダ州のゴルフ場でやばかったと、またライフルでやられそうになったということで、あんまりこれはね、もう日本のメディアというのはね、前みたいに報道してないですね。今だってこれ報道したらまたトランプの同情票というのが上がるから、とりあえずハリス推しでもう行こうということを決めているんじゃないかなと思いますよ。その時空テロリスト関係もありますしね、もう操られていますからね、各報道機関はね操られていますから、うん、やっぱりねハリス推しで一本で行くんじゃないかと思います。だってこの間もだってトランプが襲撃された時というのはわざと演出したんじゃないかみたいな感じで各報道機関は疑ったんでしょう、うん、まあそういったことですよ、うん、もう全てはハリスに当選してもらいたいから、日本のメディアというのはもう終わっていますよね、うん、一切トランプ上げというのはしませんもんね、ハリス上げ一本。そう考えたらちょっと気持ち悪いなと思うのがまあ普通の人間の考えではありますけど、なかなかね気づかない方、もうそのまま鵜呑みにする方も結構多いんじゃないかなと思いますから、まあ、先輩方、これを聞いている先輩方は少なくともね、あこれはおかしいみたいな感じでいつも考えてほしいなと思います。陰謀とかじゃないんですよ、明らかにおかしいと思うから私は言っているだけで、ね、うん、それでね、この時空政府からの連絡が入ったんだけども、このトランプを狙った南フロリダのもう捕まったわけですけど、やっぱりね時空テロリスト関連の男ですよ、まあいわゆる憑依テロでほぼ間違いないかなということですよ。もう全部意識というのをコントロールされて、気づいたらまあライフルでトランプを狙っていたみたいな感じですよね。もちろん、うん、ハリス派、トランプ反対派をターゲットに、まあ、絞り込んで、そういったこと、そういった人物というのをターゲットに憑依をするということでね、何も怪しまれないで、まあ、憑依テロを行うことができるということで、まあ、時空テロリストにまんまとやられてしまうということになりますね。これは、そして、これはもうね、我々というのは、ね、反省しなければいけないということでね、今現在は上空から監視している状況ですよ、我々未来人調査員というのはね。もう何としてもね、トランプ大統領になってもらってね、で日本というのはね、まあ強い日本を作り出す総理大臣というのを選んでもらってね、それでもってトランプとタッグを組んで、まあなんていうのかな、最強の日本を作るということを目指す方向でまあ行くわけですけど、それをね固くなにね、今現在時空テロリスト、中華系時空テロリストが、まあ、阻止しようともう躍起になっているということでね、もう今現在水面下ではねもう戦争状態ですよ、我々と時空テロリストというのはね、もうかなり駆け引きが激化していますから、まあ私もねちょっと忙しいということでね、なかなかこの動画ラジオポッドキャストというのをね頻繁に更新はできないけれども、時間を作って、まあ、更新をしているということになりますね。それでせっかくですからね、質問もね、ちょっとだけ溜まってきていましたからね、ちょっとピックアップして答えていこうかなと思いますけど、なんか恋愛みたいな感じの質問もあったわけですよ。未来人。
に対してね、私はもちろんその恋愛に関してはね、詳しいですから、こう見えてもね、恋愛マスターですから、オカルト恋愛マスターですから、まあ何でも聞いてほしいんだけども、ね、なんか交際している彼女と破局せずに済みましたと、自己解決したみたいなんだけども、ま、なんかね、前私がアドバイスしていた動画を見て復活しましたみたいな、修正しましたみたいな感じのことを書かれているメールがあったんですよ、自分なんか言ったけど、なんかね、変なことばっかね、いろんな動画でね、言っていますからね、ちょっと一つ一つちょっと覚えていないんですけど、なんかね、男女間の、なんか、破局に至るまで、まあ、いろんな喧嘩というのをね、するじゃないですか。口喧嘩とか、なんか、合わないとか、合う合わないとか、よく言うじゃないですか。それの、なんか、抗議にね、抗議が根本的な原因というのはね、ありますね。まあその細かい原因というのはありますよ。なんとかでちょっと揉めたとか、ちょっと細かい部分の揉める原因というのはね、まあ人それぞれ細かいことというのはね、まあいっぱいあるでしょうけど、根本的なその揉める原因というのはね、大体なんだけども、勘違いがほとんどなんですよ。お互いの勘違いがほとんどなんですよ。もうほとんどの揉める原因というのは、お互いが思っていることというのが勘違いしたまま、まあ揉めているから、まあ破局まで至って、まあ中にはね、そのカップルであれば別れたりで、夫婦であれば離婚したりするケースというのが多いわけです。根本的な原因というのは、お互いが抱いている勘違い同士で揉めているということがほとんどだということなんですよ。だからね、ちょっとね、もったいないというかさ、冷静になんていうか話し合う機会、まあ冷静に話し合う機会ってあんまりないと思うんですよ。その揉めた状態、もうお互いが頭が熱くなっている、もしくはその片方だけが頭が、ね、熱くなっている状態で冷静に話し合うことというのはね、なかなか難しいわけですよ。でもね、本当にさっきも言いましたけど、根本的なね、揉める原因というのは、お互いが抱いている思いというのが勘違いしたままぶつかっているから、まあ修復不可能みたいな感じのまま、その離婚に至ったり、カップルであれば別れたりしているケースがほとんどだということなんですよ、そもそもね、人間同士、人同士、例えば A さんと B 君としますよ。 A さんと B 君としますよ。 A さんと B 君というのは生まれも育ちも全然違うわけですよ。一緒ってなかなかないんですよ。生まれも育ちも全然違う人間同士がね、付き合ったりで、あとは夫婦結婚となればね、もともと違う人間同士というのは合わないわけですよ。たまにね、会う、この人会うとかいう人いるじゃないですか。あれは稀ですよ。ほとんど会わないんですよ、人も違うし性格も違うし、会うわけがないんですよ、もともと会わないんですよ。もともと会わないけど、まあ、人間というのは結婚して子供を作って長年お互い、まあ、支え合いながら、まあ、夫婦として生活していくわけですけど、そもそもが合わないんですよ。育ちも人間も性格も全部違うわけですから、合わない同士どうやって、まあ、生活していけばいいのかというのを考えればね、お互いのことを理解し合って生活していけばいいわけですよ。もう前もってね、育ちも性格も好き好みも違うわけだから、お互い合うわけがないから、お互い尊重し合いながら、その好き、あ、こういったものが好きなんだみたいな感じ、俺は嫌いだけどあの人は好きなんだみたいな感じで、お互い個性というのを認め合って生活していけばいいわけですよ、合わないからダメだとかありえないんですよ、合わないのが当たり前なんですから、たまにね、あ、私たち合うよね、私たち合うよねみたいな感じの人いるじゃないですか、ね、私たち俺たち合うよねみたいな感じの人いるじゃないですか。あれありえないから、合わないから、あれね、見栄も入ってるから、私たち仲良し、夫婦
という見栄も入っているということでね、基本的に合わないんですよ、うん、なんか変なことを言っている感じに思えるかもしれないけど、これが現実ですから。だからね、お互い認め合うというのは、まあ最初からね、合わないと分かっていたら生活しやすいんですよ、夫婦であればね。でまだカップルの段階であってもね、お互い合わないということを最初から理解していれば、お互いがね、好き好みとか認め合うことというのができるわけですよ、うん、あ、こういうのが好みなんだみたいな感じで認め合えばいいんですよ、うん、バカにすることなくね、あ、合わないから俺とは合わないとかではなくってね、もう最初から合わないと分かっていればいいんですよ。そうやって付き合ったり、そうやってまあ結婚して夫婦生活というのを送ればね、非常に気が楽、そして非常に生活しやすく、そしてまあカップルの段階であれば非常に快適にね、付き合うことができるということ、考え方もまるで違うわけですから、当たり前なんですよ、合わなくて当たり前、人というのはもう他人同士が強引にまあ住むわけですから、カップルであっても同性段階であっても、まあ結婚生活であっても、もう合わない同士が生活するわけですから、もうどこかしらで衝突して当たり前なんですよ、そこでまあ最初から理解しておけば、もうあらかじめね、合わない同士と思って生活していればいいんですよ。だから離婚とか、まあ、同性段階で破綻したりする人というのはね、お互い認め合わないでね、反発し続けてね、爆発するような感じで、まあ、離婚するわけですよ、これが日本国民の3分の1、30% に至るわけですよ。3組に1組が離婚しているわけですよ。だからこれを聞いている人の中にもね、離婚している人というのは大勢いるわけですよ。カップルであっても別れる人というのはいっぱいいるわけですよ。なんでかって言ったら合わない同士だから、まあ合わないのが当たり前ですからね。そしてその合わない同士であってもね、自分のなんていうのかね、進路未来というのを遮るような人間であればね、別れていいと私は思いますよ、うん、認め合うことすらできない状態のものであれば、別れたり離婚したりしてもいいんじゃないかなと思います。なんでかって言ったら、未来を切り開くことというのをね、閉ざすような行動言動、そして制限というのをねするようなパートナーというのはね、ちょっと私はどうかなと思うんですよ。相手を尊重することができない、応援することができない、いくら合わない同士であったとしても、そこはね、ちょっとおかしいかなと私は思いますのでね、そんなパートナーというのはね、どうしても認め合うことができなければ別れていいんじゃないかと思います、うん、それはそこだけはね、重要かなということになります。あとね、地方移住を考えている人というのもね、いらっしゃってね、移住した後仕事はどうすればいいのかみたいな感じのことを悩んでらっしゃる人もいますけど、今現在って現代2020年代だから、まあインターネットというのは普及していると思うんですよ、我々2062年というのはもうとんでもない進歩を、ね、しているわけですけど、今現代であってもね、もうインフラの状況とかはもうしょぼいけど、それでもね、インターネットというのはね、つながっていますから、まあ、遠隔でね、仕事をしたりすることだとか、あとは地方であればね、まあ、土地というのもね、広大でね、まあ、安く手に入るんじゃないかなと思いますから、まあ、何でもできるわけですよ。仕事もね、選ばなければね、結構あるんじゃないかなと思いますよ。選ばなければね、都会と比べて数はだいぶ減りますけど、選ばなければ、まあ、仕事も結構あるんじゃないかなと思います。私なんてね、現代人からしたら職業が未来人じゃないですか、世界に一人だけですよ、現代人から見ればね、未来人という職業で私がね、世界に一人ですよ。もう完全なブルーオーシャン状態ですよ、レッドオーシャンじゃなくてね、もうやりたい放題ですよ。もちろんね、私の真似をしてね、何年から来たとかね、私の真似をしてね、質問あるみたいな感じのね、
書き込みをする人ってね、私に憧れてね、うん、私の真似をしてね、憧れてね、未来人になり なりたいとか思ってね、書き込む人いるんだけど、やっぱりね、質が違うんですよ。もう私と、私の発言した内容と、まあ、私の真似をした未来人の発言の内容というのは質が違うからね、見透かされるっていうかさ、やっぱ未来人といえばジョン・タイターか2062年の未来人ですよ、うん、多分このツートップが世界で有名な未来人じゃないかなと思います。そしてね、職業としてまあ頑張っているのはもう私だけですよ、うん、完全なブルーオーシャン状態だから、まあ、こういった職業をね、目指すのもいいんじゃないかなと思いますよ、うん、もうね、やりたい放題の言いたい放題ですからね、うん、私だけしかビジネスとしてやっていないわけですからね。ビジネスっていうかさ、なんていうか調査員だから仕方がないんですよ。2062年から来た調査員だから仕方がないんですよ、うん、自粛、政府からはね、パワハラでね、いじめられてね、もう現代にずっと島流しみたいに年流しですよ、うん、年流しですよ、うん、そういったパワハラに耐えながらね、私はね、ビジネスとしてやっていますから、まあそういった生き方っていうか、まあ全然ね、参考にもならないかもしれないけど、まあ結構世界というのは広いわけですから、インターネットを介してやればね、うん、まあだから地方に移住した後ちょっと心配かもしれないけど、まあ、うん、いろんな冒険があると思ってやったらいいんじゃないかなと思います。なんか起業家精神がある人であれば何かしらのその企業をやるとかいいと思いますけど、そうでない人というのもいますからね。私はもう根っからのその起業家精神の持ち主ですから、もう決められたレールというのを絶対に歩みたくないみたいな感じ、性格ですから、なんか面白くないっていうか自由に、うん、歩みたいみたいな感じですからね。もう決められた未来が分かったような状態の、まあ、職業というのはちょっと、うん、苦手っていうか、うん、なんか面白くないし、あとなんか米問題のことも言っていましたよね。誰かなんか米はどうして今現在なんとかかんとか言っていますけど、ただ釣り上げてるだけでしょ、値段を。ちょっと現代のその米問題というのは悪質だなと思いましたよ。うん、米のことが、米不足、買い占めとか、まあ報道でやってるじゃないですか。あれってただ米の値段を釣り上げたいから、出さないというのが、根本的な原因だからですね。まだそれバラされてないのかな、まあいいや、バラされてないならちょっとやばいんじゃないかなと思いますけど、それもなんかつながりがあって報道機関が言わないのかなと思いますけど、かわいそうだなと思いますね、困るし、うん、ということで、まあそんな感じでしたよね。ちょっと長くなりましたけど、今日はもうこの辺で終わります。それでは先輩方、また。